皆さん称号の回転憧れますよね。でもマスター30曲フルコンボなんて無理だっていう方多いんじゃないですか。そんな皆さんのために今回はマスターの中でもフルコンボを取りやすい曲5曲を教えたいと思います。それでは早速教えていきます。はい、1曲目はテルギュアワールドですね。個人的にマスターの中でフルコン難易度は一番低いかなというふうに感じますね。回転取るんだったらまずはこの曲をフルコンボしてから挑戦してみるのはいかがでしょうか。最後の方に若干不規則なロングノーツがあるのでその辺も少し注意してみてください。2曲目はレイですね。この曲はかなり簡単な部類に入ると思います。リズムも取りやすいですし、すごく難しい譜面っていう部分も特にはないですね。最初の方に細いロングノーツがあるのでその辺は注意してみてください。あとサビの途中ですね、若干の認識難がありますけれどもそこまで難しい認識難じゃないのでフルコン頑張ってみてください。3曲目は心拍数です。さっきまでの2曲よりは若干難しいです。理由は細いロングノーツがちょっと複雑に配置されてる部分があるんですよ。そこがすごく抜けやすくてフルコン難易度はさっきの2曲よりも若干高いですけど全体的には簡単です。なので難所さえ抜けれればフルコンできると思います。4曲目はニアです。この曲サビ前にタカタンタカタンタカタンっていう同時押しから2連、同時押しから2連っていうのが若干早めに敷き詰められててそこが難しいんですけれどもそれ以外は全体的に全て簡単です。でもなぜか僕は沼ってましたね。なんでなんでしょうね。5曲目はヒトリンボエンビーです。この曲は何よりも曲が短いのがいいですよね。早い4連があるんですけれどもまあそこぐらいで特に難しい部分はないですね。ぜひ参考になった人はいいねとコメントよろしくお願いします。こんな曲も簡単だよっていうのがありましたらそれもコメントで教えてください。今日はこの辺でバイバイ。